いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、山崎製パンより2019年4月1日から5月31日までの期間限定商品、平成12年に発売されたチーズの香り、こちらご紹介したいと思います。平成12年10月に発売以降、11年間の出荷数量がなんと、初年累計出荷数量約900万個。900万個発売された商品です、チーズクリームと粉チーズをトッピングしたという商品、こちらはソフトな生地にチーズクリームと粉チーズをトッピングして焼き上げました。香ばしいチーズの風味豊かな味わいとなっております。419キロカロリー炭水化物は 49.7g となっております。菓子パンですね。こういう風になっております。乳成分、卵、小麦、大豆を含んでおります。山崎製パンさんですね。では開けていきたいと思います。そしてこういう風になってます。こんな感じです。こんな感じですね、はい、ではちょっといただきます。さらにちょっと半分割ってみますか。いただきます。確かにこれソフトチーズですよね。これパン風、いいチーズの匂いがしますわ。ふわふわ感がいいね。いいよね。だってこのクリームチーズにこの粉チーズを、粉チーズをトッピングしてね、チーズとチーズのこの食感、このソフトな生地とこのクリーム、チーズ、そして粉チーズのトッピング、いい良かったですね。4です。ぜひ今だけの期間限定でございます。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。この動画は面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画を見てくれればまた喜びます。では、じゃあね。